はガスタービンを動力とした機関車であるガスタービン機関車は大部分が電気式の伝達装置を用いているしかし初期のものには機械式の伝達装置を用いる機関車も見られるこの項目では機械式伝達装置を用いたガスタービン機関車について記述する電気式の伝達装置を用いたガスタービン機関車については電気式ガスタービン機関車を参照。 電気式の伝達装置が用いられる場合、原動機は通常単軸であり、一つのタービンでコンプレッサーと出力軸を駆動する。一方、機械式の伝達装置を用いる場合、動力発生用のタービンは静止状態から起動する必要があり、このためより複雑な仕組みが必要となる。選択肢の一つはコンプレッサーを駆動するためのタービンと出力軸を駆動するタービンを持つ二軸の 装置である。他の選択肢として、ガスタービンとは別に回転式あるいは、ピストン式のガス発生器を設ける装置がある。以下は、機械式、ガスタービン機関車の実例である、ソビエトの GT-101 系ガスタービン機関車。ガスタービン機関車の開発は1920年代、フランスとスウェーデンが先行したが、完成したのは1933年であった。これら初期の実験では、 ガス発生機としてピストンエンジンが用いられた。この方式は普及しなかったが復活するかもしれない。通常のガスタービン式機関車の普及においては燃料消費が多いことが障害となっており、常に最大負荷では運転しない機関車ではピストンエンジンをガス発生機として使用することはタービン式の圧縮機に比べ燃費を向上させる手段として有効である。ルノーによって 機関車が製造され、ガス発生機として、ペスカーラフリーピストンエンジンが用いられた。機関は水平に配置されたシリンダの両端に、ピストンがある2サイクルディーゼルエンジンで、クランクシャフトがなく、分離されたシリンダから圧縮された空気の反発で、元の位置に戻った。ディーゼルエンジンの排気ガスは、ガスタービンを駆動し、二段変速機を介して、推進軸から車輪へ伝達した。 パワーガス機関車はゲータベル検車によって製造された。機関は垂直に配置された5機筒の対抗ピストン式にサイクルディーゼルエンジンで1本のクランクシャフトが上下のピストンと連結されていた。ディーゼルエンジンの廃棄でガスタービンを駆動して減速歯車を介してジャックシャフトとサイドロッドで車輪へ伝達した。1960年に液体変速機を備えた。 GT101 系ガスタービン機関車がアンシェリストの手動によって開発されたスホーバドナパーシュナボゴガス発生機を備える2形式の派生型が設計されたが複数の技術的な問題によって1960年に先行型のみが製造されたが GT101 は通常運行には使用されなかった1940年代から1950年代に かけて、アメリカとイギリスで分担を燃料とする機関車の研究が行われ、試験機が製造された。肺の粒子によるタービンブレードの侵食を避けることが主な問題であった。いくつかの試験が行われたが、本格的な量産は行われず計画は中止された。アメリカの計画は、燃料燃焼式、ガスタービンに似た方式で、肺をフィルターで取り除くものだった。 1946年アメリカで行われた研究の詳細は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道に採用された。1952年12月23日、イギリス燃料電力省では、イギリス国鉄向けに石炭燃焼式、ガスタービン機関車が計画された。機関車は、ノースブリティッシュロコモティブ車、タービンは CA パーソンズ車で製造される予定であった。 使用この機関車は計画のみに終わった。使用は以下の通りである。計画の概要は変速機は機械式で二足だった。この機関車の模型がグラス号交通博物館研究記録がイギリス国立鉄道博物館に所蔵されている。1961年にイングリッシュエレクトリックのバルカンファウンドリーで GT3 が製造された。同時期、イングリッシュエレクトリックは 転車台の不要な電気式ディーゼル機関車の開発に注力しており、しかも運行経費はガスタービン機関車よりも安かったので1962年に返却され、1966年に解体された。フリーピストンエンジンは1934年にラウル・パテイラス・スペスカーラが特許を取得した。スペイン及びフランスで活動したアルゼンチン人であり、 1920年代において、ヘリコプターの開発に関わっていた。ロバートソン、ケイザ・グレート・ウエスタン・レイルウェイ・ワス・ターバインズ、プブリッシュとバイアラン・ストン、1989、ISBN-086299-541-8 サンプソン、H、ザ・ダンピ・ブック・オブ・レイルウェイズ・オブ・ザ・ワールド、プブリッシュとバイ・サンプソン・ロー、ロンドン、デート・ザーカー1960、ありがとうございます。